通信技術の歴史はアフリカ、両アメリカ大陸、そしてアジアの一部で見られた、のろしや太鼓の利用に始まる。ヨーロッパでは1790年代には固定的な腕機通信システムが出現したが、電気通信システムが現れ始めるのは1830年代になってからのことである。本校では全史として電気を用いない方式の技術も紹介するが、 概ね電気通信を中心に遠隔通信技術の歴史を要素技術ごとではなく電報やテレビのように製品としてのまとまりを持つカテゴリごとに略述する。時系列が前後する場合もあるが、クロノロジカルに通信技術の歴史を把握したい場合は通信技術の年表を参照されたい。戦士時代から使われている通信技術としては、例えばのろしや太鼓がある。 戦士時代から使われていたのろしという通信技術。のろしは今日でもアメリカの先住民によって使われている。のろしは敵軍の発見を友軍に通知するシグナルとして全世界的に使用されていた。芝千、四季第四巻衆本にヨロシウスの城には、笑わない警告の美女、宝珠を、青州最後の王友王が笑わせようと、いたずらでのろしをあげ、太鼓を叩かせて、 諸侯を集めたという逸話が記載されている。呪しを見て、太鼓を聞いて、敵衆と信じて発せ散じた諸侯たちを見て法事が大笑いしたため、王は何度もいたずらを繰り返すようになり、ついに国を傾けた。紀元前8世紀の事件を紀元前1世紀に記述したものではあるが、遠隔通信手段として、呪しと太鼓が用いられたことが確認される。呪しを、 狼の煙と書くのは乾燥させた狼の糞を燃やしたからである。狼などの動物の糞は硝酸塩を含み燃焼の際に生じる煙が風のある時でもまっすぐに立ち上りやすい。北アメリカ大陸の大平原に住んでいた平原インディアンは見通しの良い平原におけるのろしコミュニケーションを発展させていたことが知られている。 ニッチを同じくするものの言語が異なる場合もあった平原インディアンは対面コミュニケーションにおいては身振り手振りで交易を成立させるサインランゲージプレーンズサイントークを異民族、異部族間で共有しており遠隔コミュニケーションにおいてはこれを補助するようなのろしの象徴体系を共有していた例えば焚き火の煙のパフが一回上がると注意 二回上がると問題なしといった具合である。パフが三回上がるか立ち上る煙の列が三本になっていると、それは緊急事態を意味していた。ノロシやかがり火が情報を伝達可能な範囲は、たかだか人間が死認可能な範囲に限られる。その範囲以外に情報を伝える方法としては、ノロシやかがり火をできるだけ高い場所、例えば丘の上などでともし、 複数ののろしにより、作上ネットワークを構築することである。これにより、信号をリレーすることができる。このような作上ネットワークの有名な事例としては、アルマダの海戦において、スペイン艦隊の到来を知らせる信号をプリマスからロンドンまでリレーしたエピソードなどがある。最も素朴なのろしの欠点は、たった一つのメッセージだけしか送れないというものである。だが、当然、 人間は、そんな粗末な通信では、満足できないので、改良するようになるものであり、煙を出すための枝の樹木の種類などを工夫して、色をつけたり、煙の上げ方を工夫し、何種類ものメッセージを伝えるようになる。例えば、アメリカの先住民なども、上の節で挙げた、工夫例も一例に過ぎないが、何種類もの枝を使い分けて、煙の色を変えたり、 煙の上げ方や回数を選択し、何種類ものメッセージを伝える。色をつけることは、現代風に言えば、1ビットからタビット方式に改良したなどと形容したり比喩することもできようが、日本でも、貝、武田氏が16世紀に、のろしを用いて、タビットの情報を送信する技術を開発していたということが、文献記録に残っている。紅葉文化によると、 武田信玄は1555年頃、信州長沼城都会の居城と間の見晴らしの良い丘の上に狼煙台を設け、毎日赤、白、黒などの色ののろしを上げて軍郷を奉仕させていた。タクティコスのアイネイアスやポリビオスが伝える水を利用したセマフォーを示すレリーフ古代ローマではタクティコスのアイネイアスやポリビオスの伝えるところによると、 紀元前4世紀第1次ポエニ戦争の頃に水を利用して情報を遠隔へ視覚的に伝えるシステムが使われていたという。これはまず離れた丘の上にそれぞれ同じ大きさの水を張った水亀を用意しておく。情報を伝える際にはまず送信側の兵士が松明を上げる。受信側兵士がこれに気づいて松明を上げ、それと同時に水亀の線を抜く。 送信側兵士は受信側が松明を上げたことを視認するとそれと同時に水亀の線を抜く。送信側兵士は伝えたい情報に相当する水位のところまで水が減ると線を締めると同時に松明を下げる。受信側兵士は松明が下がったのを視認するとそれと同時に線を締め水亀の水位を読み読み取った水位に相当する情報を得る。このように 水亀から水を抜いたり、水を注いだりすることによって情報を伝えるものであり、のろしと異なり1ビットより多くの情報が伝えられる可能性を持つが、極めて限定された用途にしか使えず、あらかじめ決めておいたメッセージを伝えることにしか使えなかった。アシャンティ人が通信に使うドラムトーキングドラムとして知られる太鼓を使った遠隔コミュニケーションは、アフリカ、ニューギニア、 南アメリカの先住民社会で使われていた。ドイツのナルバッハにあるクロードシャップ式腕機通信に使う塔のレプリカとそのコード表1790年にフランスの技術者クロードシャップは一体の時計針の形をしたものを使って何種類もの異なる文字を指し示すものを考案した。これは遠距離になると とても小さく見えてしまい読み取れず、あまり役に立たないことが分かり、シャップは模型を改造して、二組の木製の腕木をつなげたものを作った。操作者は腕木をクランクとワイヤーで動かした。シャップはまず、リールとパリの間に、彼が発明した腕木通信線を敷き、次に、ストラスブールとパリの間にも敷いた。他方で、スウェーデンの技術者、 アブラハム・エーデル・クランツは1794年にシャップのものとは全く異なるシステムをストックホルムからドロットニングホルムの間に構築した。プーリーで腕着を回すシャップの機構とは対照的にエーデル・クランツの機構はシャッターのみを使ったものであったため情報伝達をより迅速に行うことができた。しかしながら通信システムとしての腕着通信は 操作者たちに熟練が必要であった。また、高高かか10から3 0トルの間隔を置いて、立てなければならない等にかかる費用がかさんだ。そのため、残った一本の商業的な通信ラインが1880年代に、遺棄されたのを最後に、利用されなくなった。日本では、江戸時代中期に、手端信号の一種である旗振り通信が導入されていたため、上記のセマホの、 欠点ゆえに腕木通信は本格導入されなかった。電気の性質を利用して離れたところに文字を伝える技術に関する実験は1726年頃には始まっていたが最初は失敗続きであった。ラプラス、アンペール、ガウスといった科学者がテレグラフを実現しようと実験に取り組んだ。ゼーメリングのテレグラフテレグラフに関する初期の試みとしては ドイツの物理学者であり、解剖学者、発明家でもあったサミュエル・トーマス・フォンゼーメリングが1809年に行った電気科学的テレグラフがある。このテレグラフ装置は、それ以前の1804年に行われた、スペインの博物学者、科学者、フランシスコ・サルバ・カンピーリョが考案したものに基づいている。しかしながら、カンピーリョのテレグラフのアイデアは脆弱なものであったため、 ゼーメリングはこの弱点を改良した。両者のシステムは、ラテンアルファベットのすべてとアラビア数字を目で見える、形で示すために、複数のワイヤーを採用する。そして、受信側のワイヤーを、それぞれ別個に、ガラス製のチューブに入った塩酸に浸す一方で、送信側において、通信文の文字一つ一つに対応するワイヤーに、電流を流し続ける。 そうすると通信分が数キロメートル離れたところまで電気的に伝わるという仕組みだった。受信速端部では中部中の塩酸が電流により電解され続けることによって水素ガスの泡が発生する。受信側操作者は気泡の流れが発生した箇所に関連付けられた文字や数字を記録して通信分を受信した。彼らのシステムはそれゆえ 非常に変調レートが低いものであった。また、広大の電報が単一のワイヤーを設置して、用いるのと対照的に何本ものワイヤーを使った回路を製作し、それらを束ねる必要があった。そのため、法外なほど費用がかかるという点で根本的に不利であった。電磁気学的テレグラフを最初に発明した人物は、ロシアの外交官であったパベルシリングであると、 考えられている。シリングは1820年代に発見された電気回路の導線に電流が流れると地震が触れる現象を利用して1825年に電磁気学的電信機を発明した。1837年にウィリアム・フォザーギル・クックにより考案されたテレグラフは実用的なものであった。クックは既存の電磁気学的テレグラフに改良を加えようと考えた。 そして、チャールズ・ホイート・ストンとの共同のもと開発した改良型5針6000システムは、1838年に商業利用段階に入った。同システムは、複数の針の触れ、具合に基づいて通信文を伝え、1839年4月9日から、グレート・ウェスタン鉄道の2 1トルを超える長さの区間で利用開始された。もっとも、 ホイート・ストンとクックは二人とも自分たちの装置が新しいものであるとは思っておらず、電磁気学的テレグラフの改良であるとみなしていた。テレグラフティッカーとサウンダージを同じくして1837年の9月2日、サミュエル・モールスが自身の開発した電気的テレグラフの公開試験を行った。この実験を見学したアルフレッド・ベールがモールスに協力し、レジスタという 通信文を紙のテープに記録するための端末装置を開発した。1838年1月6日に行った公開試験でこのレジスタを含むシステムは守備よく5キロメートル離れたところまで通信文を伝えた。1844年5月24日にはワシントン DC とボルティモアの間の6 4トル以上の区間の実験にも成功した。 モールスらの発明には特許権が設定されたが1851年までの間に全米で3万2千キロメートル以上もの長さに電報網が広がったことで儲かるものであったことも証明された。モールスはモールス符号をベールと共同で開発したことでこの電報システムに対して最も重要な技術的貢献をした。モールス符号は単純でしかも効率が良いため たった2本のワイヤーしか必要としない。このことがホイートストーンの複雑で高価なシステムに対して大きく有利に働いた。モールス符号による通信の効率の良さはデータ転送技術におけるハフマン符号化に先駆けること100年以上も前に実現したものであるが、モールスとベールの2人がより多くの文字をより短いコードで表現しようと試行錯誤した結果、もたらされたものである。 1851年には、イギリス海峡に、ガタパーチャーで被覆された海底ケーブルが付設された。最初の大西洋横断海底ケーブルは、1857年と1858年に、それぞれ付設されたけれども、数日または、数週間、ブッキャナン第15代米大統領と、ビクトリア英女王との挨拶文のやり取りに、運用されただけで失敗に終わった。 新しい大西洋横断海底ケーブルを付設する計画は南北戦争が原因で5年間先延ばしにされ続けたが1866年7月27日における大西洋横断電信ケーブルの開設に決実した。こうして大西洋を超える遠隔通信が現実のものとなった。19世紀の電話機電話は1870年代に発明されたがこれは ハーモニックテレグラフという複数の信号を送受信する電報の技術に基づいてなされたものであった。電話の商業サービスは1878年と1879年に初めてアメリカのコネチカット州ニューヘイブンとイギリスのロンドンでそれぞれ開始された。両国のサービスで必要とされる電話機にはアレクサンダーグラハムベルの有する基本特許が 使われていた。電話機に関する他の発明のすべてが、このベルの基本特許から派生したものだった。電話の発明の発明者の貴族は、よく争われる。その時々に応じて新たな論争が起き続け、現在に至っている。ラジオ、テレビ、電球、コンピュータのような、他の偉大な発明と同じように、金属線を介する音声送信の技術分野においても、 先駆的な施策を成した発明者が数名いる。彼らはお互いに相手のアイデアを改良した。とはいえ、主要な発明者はアメリカで最初の電話会社となるベル電話会社を創設したアレクサンダーグラハムベルトガーディナーグリーンハバードである。同社は後に世界最大の電話会社アメリカンテレフォンテレグラフへと成長した。 1870年代末の商業サービス開始時点から電話に関する技術は急速に進歩し、1880年代中頃にはアメリカの主要な都市で市内通話用の電線が次々に立ち、電話交換機も次々に設置された。ヨーロッパ大陸と北アメリカ大陸をつないだ音声通話は1915年に1月25日に初めて行われたが、 通常の顧客がそれを利用できるようになったのは無線を使った接続が確立された1927年1月7日であった。有線海底ケーブルによる接続は1956年9月25日に36本の電話回線を提供するタット -1 が開通して初めて実現した。1880年にベルは共同発明者のチャールズ・サムナー・テエンターと共に フォトフォンと呼ばれる装置から照射されるモジュール化された光線群により音声通話を無線で伝える世界で初めての無線電話技術を開発した。しかし同時期に登場した電波による無線通信がすぐにフォトフォンの最大到達距離を超えるようになり、フォトフォンの原理は何十年もの間実用化されることはなかったが、その後軍事利用と光通信への応用がなされた。 なお、最初の大西洋横断電話回線は、何百個もの電流増幅器を組み込んだものであって、初めて開業した年の1956年は、最初の商業的遠距離通信衛星テルスターが、宇宙空間に打ち上げられるわずか6年前に、過ぎなかった。民家の屋根に設置された3つのヤギ、歌アンテナ1832年に、ジェームズ・リンジーというスコットランドの発明家が、教室で、 生徒たちを前に水を胴体にして無線で情報を送信する公開実験を行った。遅くとも1854年にはダンディの定湾から2マイル離れたウッドヘイブンにまで同じく水を伝送媒体に用いて情報を送信する実験をしたという。1886年から1888年の間に発表されたハインリヒルドルフヘルツの実験は マックス・ウェル理論の予言する電磁波の存在を実験的に確認し、空気を電層媒体とする電磁波の応用への道を開いた。1890年から1892年にかけて、ジョン・ペリーやフレデリック・トマス・トルートン、ウィリアム・クルックスといった物理学者が電磁波を応用した船舶航行補助や遠隔通信手段を相次いで提案し、 クルックスは1892年にヘルツが明らかにした電磁波の性質を使って無線通信を実現する可能性について本に表した。イタリアの発明家グリエルモ・マルコーニはヘルツの亡くなった1894年1月にヘルツの研究の解説本を読んで感銘を受け、直ちに自宅で実験に着手した。試行錯誤の末、 ヘルツ発信機の一方の差を地中に埋めることによってアンテナの副射エネルギーを従来の数百倍にし受信感度の著しい向上にも成功した。1901年12月、マルコーにはニューハウンドランドのセント・ジョンズとコーンウォールのポルドゥーという場所とをつなぐ無線通信を成功させた。この業績が認められて彼は1909年に ノーベル物理学賞を受賞することになる。同時受賞はフェルディナント・ブラウンであった。なお、レジナルド・フェッセンデンも1900年に無線で人の声を伝えることに成功している。日本の東北帝国大学工学部教授、八木秀デは同僚の宇田慎太郎とともに、短波、超短波による無線通信技術の研究を進め、1926年に、 電波思考方式アンテナを発明、特許出願した。これは、ダイポールアンテナに同波炉と反射器を付加して指向性を強くしたものである。このヤギ、歌アンテナは、簡単な構造でありながら高い利得が得られる、画期的なものであり、今日のほとんどすべての超短波、極超短波を使用するアンテナの基本原理となり、世界中で用いられている。 1926年12月25日に高柳健次郎が成功したブラウン管を用いた映像の遠隔伝送実験を再現したもの。この実験で初めて伝送された映像情報は色葉47文字の第一文字、いの文字であった。テレビの歴史の語り始めを機械式テレビジョンに置くケースが比較的多い。1925年3月25日に ロンドンの百貨店セルフリッチズでスコットランドの発明家ジョン・ロジー・ベアードがある一般に公開された実験を行った。それは高速に回転するニップ公園版によって動く影への映像を伝送するというものであった。彼が考案したシステムは機械式テレビジョンとして知られている。同年10月には網点の影により動画像を得ることに成功した。 1926年1月26日には、さらにこれを改良した機器を使って、もう一度セフルリジーズで公開実験が行われた。英国放送協会は、1929年9月30日から半試験的なテレビ放送を始めたが、この時の技術の基礎となったのが、ベアードの発明であった。1926年12月25日に、日本の電気工学者、 高柳健次郎が、撮像に、日布公演版を、受像に、熱陰曲、ブラウン管を用いた映像の遠隔伝送実験に、成功する。欧州、米国におけるテレビジョン実現に向けた取り組みは、日本にも伝わっていたところ、高柳は、機械式では、精細な画像表示ができないという課題を見出した。高柳は、図像表示機構に、カール・フェルディナント・ブラウンの発明した。 仮想奴隷チューブ方式を採用する工夫によりこの課題を解決した。オリジナルのブラウン管は単純な波形を示すだけのものであったため、高柳はこれを利用したオシロスコープにかなりの改良を加えた。試作品の実作は芝浦電機株式会社に依頼して手に入れた。折しも大正天皇崩御の日に成功した高柳の装置は、 世界初の電子式テレビジョン受像機となった。撮像側にニ日布公園版を使用した理由は、当時の真空管製造技術では、実用にこらえうる撮像管の実現が不可能であったからである。高柳は後に独自のアイコノスコープを開発して、撮像側も電子式で行う全電子式テレビジョンを1937年に完成させた。 ブラウン管方式のテレビジョン受像装置は20世紀のほとんどの期間使用され続けた。ブラウン管方式のテレビが有望であることを示すための米国における試作品第1号機はフィロ・ファーンズワースにより制作された。ファーンズワースは1927年9月7日、アイダホで自分の家族を相手に図像の輪郭を写して見せたが、この時の装置は 完成にほど遠いものであった。ファーンズワースの開発した装置は、ティハニー・カルマンとウラジミール・ツボルキンの共同研究と、競合していたかもしれない。また、その動作は誰しもが、テレビに対して期待する動作とは言えないものであったが、ファーンズワースは、この発明により小さな会社を起こすことができた。彼は1934年に、フィラデルフィアのフランクリン・インスティチュートにおいて、 テレビジョン技術の初めての一般公開実験を行った。そして自前の放送局を開設した。ティファニーのラジオスコープを改良させたツボルキンの撮像装置は、後にアイコノスコープとして知られることになり、影響力のあるレーディオコーポレーションオブアメリカの講演を受けた。ファーンズワースと RCA との間で争われた発明の戦後をめぐる訴訟は、ファーンズワースに 有利な判断が下された。他方で、ジョン・ロジー・ベアードは、機械式テレビジョンに見切りをつけて、CRT 方式に乗り換え、同方式を用いた、カラーテレビジョンのパイオニアになった。20世紀中盤以降は、同軸ケーブルとマイクロハム線中継技術が普及したため、広い国であってもテレビ放送のネットワークを、国中に広げることができるようになった。 テレビジョンという遠隔図像送受信技術は単に基本的ないし実用的なテクノロジーであるにとどまらない。テレビは応用技術であると同時に社会的な物語を紡ぎ出し、大衆にメッセージを普及するための手段としても機能する。情報を受け取ったりファンタジーを味わったりという共同体験をするための文化ツールでもある。また、個人的経験の外側にある出来事や、 勇ましい物語、あるいは悲劇など見せることによって、すべてのものと視聴者とを橋渡しする、世界への窓としての働きがある。ビデオテレフォニーシステムにおける、ユーザーインターフェースデバイスの一つである、テレビ電話、ザ 1969AT&T モッド2の、写真。AT&T が数十年の歳月と5億ドル、以上の研究開発費をかけて得た成果である。 ビデオテレフォーニーはアイデア自体がかなり古くから存在したものの実用化されるまでに多大な労力と時間がかかったものの一つである。1870年代後半にはすでに欧米諸国でビデオテレフォーニーのアイデアが大衆的な注目を浴びていた。ところがごく初期段階の試作品を作ることを可能にする基礎技術すら発明されるまでにそれから約半世紀の年月がかかった。 ビデオテレフォニー実現には、電気通信、テレフォニー、遠隔図像通信、動画像の処理技術といった複数の、テレコミュニケーション分野における集中的な研究や、実験が必要であった。ビデオテレフォニーの技術分野の根幹をなす、映像技術の発展は、1920年代後半に、イギリスとアメリカで開始され、とりわけ、ジョン・ロジー・ベアードと、 AT&T のベル研究所とにより技術開発に拍車がかかった。もっともこの時の映像技術開発は少なくとも AT&T においては通常の音声通話に付随する添え物を提供したいという程度のものに過ぎなかった。数多くの研究開発主体がビデオテレフォーニーは普通の音声通話よりも優れたものになるだろうと思った。しかしながら実際は 映像技術のアナログ派テレビ放送への実施採用からかなりの時間が経ってからようやく実現した。つまり構想としてはより古くからあったピアツーピアの映像送受信よりもブロードキャスト方式の映像送受信の方が先に実用化された。20世紀中盤から終盤にかけてのビデオテレフォニーの開発は従来の音声電話システムの発展とは 平行線を描くものであった。ビデオテレフォニーは20世紀の終わり頃に強力な映像コーデックと高速、交代域データ通信網が出現して初めて日常的な仕様に耐える実用的なテクノロジーとなった。ビデオテレフォニーはインターネットが急速に発展し接続する人も増えたことに伴いビデオ会議システムとウェブカメラの使用を通して普及した。 この場合のビデオテレフォーニーは IP 網をデータ転送のインフラストラクチャーとして用いるインターネットテレフォーニーである。アメリカ合衆国が1958年に打ち上げた人工衛星スコアは通信を中継する目的を持った初めての通信衛星である。同衛星はストアフォワード方式で音声メッセージを記憶するためのテープレコーダーを積み込んでいた。 テープには世界に向けたドワイト・アイゼンハワー大統領のクリスマスの挨拶が吹き込まれていた。アメリカ航空宇宙局は1960年に100フィートの長さのアルミコーティングされたポリエチレンテレフタレート膜を有する風船上の人工衛星エコーを打ち上げた。エコーは金属飛膜により無線通信のパッシブリフレクタとして機能することが意図されていた。一方で 同年に打ち上げられたフィルコ社のクーリエ1バイトは世界初のアクティブリピーター衛星であった。昨今の人工衛星の多くはグローバルポジショニングシステムやテレビジョン、インターネットや電話回線網などの用途に供されている。テルスター衛星は世界初の農道型、直接中継型で商業利用目的を持った通信衛星である。 複数の国家間の取り決めで AT&T に所属していたものの開発には AT&T、ベル研究所、NASA、イギリスのグポ、およびフランス国立郵便局が参加した。打ち上げは1962年7月10日。初めて私企業が出資して行われた衛星打ち上げであった。また、同年12月13日に打ち上げられたリレー1号、衛星は 1963年11月22日に太平洋をまたぐ衛星放送の中継に初めて成功した。通信衛星を用いた技術応用のうち歴史的に最も重要であり、真っ先に利用され始めたのが異なる大陸同士を結ぶ長距離電話への応用である。固定電話からの初子は既存の公衆交換電話網により地上局に中継される。 そこから衛星へと送信され、衛星軌道上の静止衛星を経由して、受信側地上局のパラボラアンテナに受信される。ところが、20世紀末頃になると、光ファイバーを用いた海底ケーブルの発達により、固定電話に衛星を用いることが少なくなってしまった。通信衛星を介した電話サービスは、アセンション島やセントヘレナ島、 ディエゴガヌシア島、イースター島といった海底ケーブルが開通していない、古島や南極などで提供されるのみとなった。通信衛星を介した長距離電話の商業サービスが確立されて、以降、1979年から同種の衛星を利用した商業遠隔通信が始まった。このようなものとしては例えば、携帯型衛星電話、衛星ラジオ放送と衛星テレビ放送、 衛星インターネットアクセスなどがある。1990年代に入ると、衛星を介した通信にかかる費用の大幅な値下げが行われた。インターネットに接続する、濃度群の模式図1940年9月11日、ベル研究所の研究員、ジョージスティビッツは、テレタイプを使って、ニューヨーク州にある自作の複素数計算機に向けて、問題を転送することに成功した。 そして計算結果をニューハンプシャー州のダートマス大学に送り返すことにも成功した。このメインフレームとダム端末との組み合わせという方式は1950年代を通して一般的であった。1960年代に入って初めて研究者らはパケット通信という技術に投資をし始めた。パケット通信はデータの塊を中央に置く。 メインフレームにまず送るという従来のやり方を行わずに異なる計算機に送信する技術である。そして1969年12月5日にカリフォルニア大学ロサンゼルス校、スタンフォードリサーチインスティチュート、ユタ大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の間に計4台のノードからなるネットワークが成立した。このネットワークがアーペネットとなり、 1981年には213台のノードからなるネットワークとなった。1973年6月にはノルウェーのノーサープロジェクトに属するノードがネットワークに参加し、初めてアメリカ合衆国以外の場所からの参加ノードとなった。これにすぐ続いてロンドンからもノードが加わった。アーペネットの開発はリクエストフォーコモンのプロセスに焦点を当て、 1969年4月7日に RFC1 として公開された。この公開仕様を定めるプロセスは重要である。なぜなら a r p ネ n e t が結果的には他のネットワークを飲み込みインターネットを形作ることとなったからである。また今日のインターネットを支えている数多くの通信規約がこのプロセスを通して定められるからである。1981年9月に RFC791 により、インターネットプロトコル V4 が導入され、RFC793 により、トランスミッションコントロールプロトコルが導入された。つまり、今日のインターネットの基礎をなす TCPIP プロトコルがこの時に定められた。ユーザーデータグラムプロトコルと呼ばれるトランスポート層のプロトコルで TCP とは異なり、指示を受けたパケットの転送を保証しない、 制約が緩いプロトコルは RFC768 として1980年8月28日に提出された。電子メールの送受信に関するプロトコルである SMTP は1982年8月に RFC821 により導入された。文書同士を。 リンクでつなぐハイパーリンクを可能にする http://1.0 プロトコルは1996年5月に RFC1945 により導入された。しかしながら必ずしも全ての重要な開発がリクエストフォーコモンプロセスを通してなされるわけではない。データリンク層における2つの広く普及したプロトコルは同プロセスを経内で成立した。 ローカルエリアネットワークは1970年代に出現し、トークンリングのプロトコルは、オロフ・ゼーダーブロムが1974年10月29日に特許出願した。イーサネットプロトコルに関する論文は、ロバート・メトカーフとデビット・ボグスが1976年7月のコミュニケーションズ・オブザークム氏に発表した。イーサネットプロトコルは、ハワイ大学の電気工学研究者により、 開発されていたローハネットプロトコルに着想のヒントを得たものであった。なお、20世紀末におけるインターネットへのアクセスの可用性は少なくとも先進諸国においては旧来構築された電話回線網やケーブルテレビネットワークを利用することによって急速に拡大した。携帯電話の電波中継等の長部セルラー電話などと呼ばれることもある携帯型電話装置は 早くも1945年には出現していたが、その機能はアナログ的なものであった。これら大異例世代携帯電話は重くて大きく一つの基地局から別の基地局へ移動することができないものであった。1970年代の終わりまでに携帯電話は出力の強い基地局から発せられる電波の範囲内でなら移動できるようになった。1971年12月に AT&T はアメリカの連邦通信委員会にハンドオーバー技術を使って通話中の電話を途切れさせることなくある基地局のセルから別の基地局のセルに移動することのできる携帯電話サービスの開始を申請した。FCC は審査に数年かかった末にこれを承認した。これはアドバンストモバイルフォンシステムという第一世代携帯電話にあたる。 1979年には世界で初めての携帯電話による商業的な通話サービスが日本において日本電信電話公社により東京都市部を対象に開始された。1981年にはノルディックモバイルテレフォンが第一世代と呼ばれるアナログ技術を用いて初めての移動型携帯電話サービスをデンマーク、フィンランド、スウェーデン、ノルウェーで始めた。 1980年代から携帯電話はセルラー網の設置を通して広まり始める。基地局とか中継局とか呼ばれるステーションは各々隣接しあって通話が途切れないようにあるステーションから沢のステーションへ通信を一転できるようにする機能を有する。フランスでは1980年代末頃に初めて携帯電話システムが現れた。 レイディオカム2000というサービスであり、400MHz の周波数で機能していた。人口100人あたりの携帯電話契約者数の推移を示す。グラフ1990年代に入ると、第2世代携帯電話が現れた。グローバルシステム4モバイルコミュニケーションズ、デジタルアドバンストモバイルフォンシステム、イデン、セディマワンなどの通信企画があった。 数あるこれらの携帯電話のうち初めて商業的なサービスを開始したのは1990年にアメリカにおいて低周波数である9 0 0ヘルツを使ったサービスである。数字技術が定着するにつれ携帯電話を2 0 0ムから3 0 0ム程度の重さに軽く作ることが可能になった。この変化は バッテリーの消耗を減少させることを可能にする技術的改善によりもたらされた。また、テキストを交換する機能を提供するサービスである、ショートメッセージサービスなどといった新しい機能も通知技術が可能にした。なお、SMS が初めて送信されたのは1993年にフィンランドにおいてである。2G 携帯電話が出現して10年後、様々な通信規格の 第三世代携帯電話が認可された。最初の商業的な電話モーサービスは、2001年5月、日本において NTT ドコモが始めた。WCDMA 方式を用いており、最初は東京都支部に限定であった。3G の発展に伴い携帯電話により、マルチメディアコンテンツの利用が可能になったり、インターネットへのアクセスが可能になったりした。2007年終わり頃に、 世界中で2億9500万台の携帯電話が 3G 回線ネットワークに接続していた。2016年現在は第4世代にあたる通信規格ロングタームエボリューションが 3G を上回るデータ転送を可能にしている。ありがとうございます。